園系、ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンション・センター、または、ジャビッツ・センターは、ニューヨークシマンハッタンの大型コンベンション・センターである。ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンション・センターは34丁目から40丁目の間の11番外沿いに位置する。イオミンペイパートナーズのジェームズ・インゴ・フリードによる、設計で、革新的なスペースフレーム構造を採用している。建設は1980年に着工し、 1986年に竣工した。施設名は完成した年に死去したアメリカの上院議員ジェイコブ・ジャビッツから取られている。展示スペースの面積は62,700平方メートル以上である。この施設はニューヨーク市コンベンションセンター運営会社によって運営管理されている。コンベンションセンターをウエストサイド・マンハッタンに建設することには 長い議論の歴史があった。この議論には1970年代初頭に立ち上がったウエストサイドの大規模開発計画も関連している。この施設が完成する以前のニューヨーク市の主要なコンベンションセンターはコロンバスサークルにあったニューヨークコロシアムだったがジャビッツセンターの開業に伴って解体されタイムワーナーセンターとして建て替えられた。1995年 インディペンデントレビューボードは、この施設の求人はマフィアが取り仕切っていることを告発した。2020年3月、ニューヨーク州内で2019、新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患の患者数が増加したため、コンベンションセンター内をパーテーションで区切り、2000人を収容できる仮設病院が設営された。西から見た、ジャビッツセンターこのほか、 二層構造の船積みドックがある。ありがとうございます。